3、リーグアン制覇するも誰も話題にしない。3期連続でリーグアン優勝を決めた PSG、これで通算12度目の優勝となった。トリオ優勝決まったの、それすらも把握してないほど順位表面入りに見ておらず、一度同じチームが優勝じゃつまんない。他のリーグが着々と優勝が決まっていく、あとはほぼ決まっている L ディビジとリーガとプリメイラリーガ、激アツの競い合いはプレミアとスコットランドリーグ。トリ優勝おめでとう。トリ優勝おめ、今年こそ CL 取れ。まあ、一応すごいな、フランスで優勝はもうほとんど当たり前&義務だとしても。まあ、ブンデスリーガよりマシだよ、バイエルンはライバルチームから今回も主力引き抜く気か。なお、エンバペ君はパリでの今季44試合43ゴール11アシスト。PSG 優勝してた、来季はエンバペはレアルにいるはず。サッカーで信用してはいけないこと、1エンバペ、レアル行くよ、2レバークーゼン、負けそう、3社長、サポーターと話す。CL 優勝までしてパリでやることやりきってからマドリー行きたいだろうね、バペは無理だけど。ケイン取りならタイトルが取れるって本当かい？